全く監督が違うだけでチームって変わるんで、その男としに関しては、しっかりとチーム全員が、まあ、監督、コーチ、スタッフ、本当にこうフロントのもう全員球団として同じ方向を向いてるなっていうのは本当に今年すごい感じますね。その中心になるのがやっぱり岡本キャプテンじゃないですか。まあ年下もやっぱ増えてきて、そういうなんて前みたいにこう僕が一番下じゃないので、確かに接し方だったり、まあ自分のやるべきことだったりっていうのは知ってます。安倍新体制になってのそのインタビューを聞いていただきました。バッターは萩尾です。